渡るのか。スコーピオ杯決勝。人気と実力を兼ね備えたここまで無敗三冠馬娘8番タマムクロス、今日は3番人気です。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、ここまで無敗三冠馬娘シンボリルドルフ。威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘、ここまで無敗三冠馬娘4番タマムクロス1番人気です。気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。1番人気4番タマムクロス。先頭集団を見ていきましょう。メジロライオン先頭に勝ちました。2番手の位置で先頭を伺うのはアグネスタキオン。そのうち並んでダリデブライオン。1コーナーから2コーナーへ向かうメジロライオン、早くも先頭に躍り出た。続きましたダリデブライオン、1馬身離れてアグネスタキオン。4番手にはモグリキャップ、その後3、4馬身開いて8番タマムクロス。2馬身3馬身開いて4番タマムクロス。そしてその後ろから行くのはシンボリルドルフ。外を回ってスイープ競争、それを見るように稲荷ワン。メジロライオン先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。2コーナー回って向こう正面、集団が一つにまとまって混戦状態です。お互いに牽制し合っているようですね。先頭は変わらずメジロライオン、先頭から大きく離されて2番手はダリデブライオン、その外並んでオグリキャップ。4番手にアグネスタキオン、すぐに続いて8番タマムクロス、4番タマムクロス。ここにいた。2馬身3馬身開いて稲荷ワン、外を回ってスイープ闘争、少し後ろからシンボリルドルフ。人気揚々と先頭行きます。メジロライオン、どうでしょうこの展開。当たってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。まもなく第4コーナーカーブ、馬娘たちがどう動くか目が離せません。4番タマムクロス、ここで抜けました。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。栄光まで400、最終コーナー先陣を切ったのは4番タマムクロス。4番タマムクロス、強い、強すぎる。完全に抜け出した。200を通過、先頭は変わらず4番タマムクロス。強すぎる、大逆走だ。4番今勝利です。この子にかなう馬娘はいるのか。勝ちました。4番タマムクロス、スコーピオ杯を勝利し最強の座をものにしました。2着はスイープ闘争、3着は稲荷ワン。見たか。